消しなどいろんなことを学びました。ではここからは実際にレースを予想してみましょう。はい、実際に3人もミッドナイト競輪、そして昨年のグランプリの収録など予想などはしていると思いますが、はいはい、つまり成績はどうですか。でも前回ね、グランプリ、グランプリ私だけ当たっちゃいました。すごい、プク中で。そうです、プクプクの女王なんで、グランプリもプクで、3年プクで。そのプクプクの女王は掘っていいんですか。そう、もう3連プクが大好きで。あ、そういうことなんですね。安心安全3連プク。はい、はい、いただきました。はい、なんか微妙な空気感流れてますけど大丈夫ですかね。すっきり違うものプクプクかなと思ったら、でも3連プクでこの事務所内のその戦いで優勝したりしてるので、はい、すごい、本当に、まあ、これはすごい。そうなんです、やっぱり3連単と違って、ね、3連とかちょっとやっぱ配当も固くなる中で、うん、はい、それで優勝はすごいな。すごいです。じゃあ今日もマイトーさんに期待して、はい、行きたいと思います。でもね、プク以外のやっぱ3連単とかにも、あの、行きたいっていう気持ちはあるので、今日いろいろ学んでチャレンジしていきたいと思います。思います。はい、頑張りましょう。はい、はい、すごい全力だね。でも先ほどね、マイプーさん3連服、はい、でもマイチーちゃんとミナトちゃんは当たらなかったっていうぐらい、やっぱ予想は難しい。そうですね、私ちょっと実はこれ公式で発表を唯一してなくて、プライベートでまた別で買ってたんですよ。あ、グランプリを。グランプリで2社単、3000を買っておりまして、すごいすごい、それだけなぜか書いてなくて出して、はい、したらそれが当たっちゃって、なんかすごい言いづらい雰囲気になっちゃってっていうのが、闇車券、闇車券っていうのが、闇車券って、そうなんですね。狙い目を書いてないのに実は裏で持ってて、あ、闇車券じゃん。一歩勉強になりました。闇車券、闇車券をちょっと持ってしまって、それが当たったっていう、ちょっと、まあでも当たりは当たりで、そうですね、すごいグランプリを制覇したなっていうのは嬉しいですね。制覇したっぽいだもん、嬉しい。でもね、今日は私の隣には、はいはい、先生がいらっしゃいますね。大先生、はい、今日は長谷川記者さん、よろしくお願いします。お願いします。結構車検は当てたりしてますか。当て、まあ当ててはいます。ただ、儲かってるかって言われたらまたちょっと違うんですけどね。当たれば当たるかなって回収率になるとまた難しいですよね。そうなんですよ、ちゃんとプラスになるかどうかっていうとね。じゃあ今日はプラスになるように、そうですね、頑張りたいですね。はい、はい、ではここです。まずは車検の種類なんですけど、これだけあります。はい、皆さんもやはり3連単を買われたことも多いと思うんですけど、はい、3人はその3連単以外だと2車単3連複、うん、ですもんね。はい、そうですね。ミサトちゃんは3連複と3連単一緒に買ってるぐらいです。あとなんかわからなすぎてワイド。ああ、ワイドしてます。ワイド。確かにワイドもね、あるの。さっき何か言ってた。あ、ごめんなさい。拾っていただいてありがとうございます。何落としたの？待って。何落としたんですか？3連服。あ、3連服で2シャッター。まあ、でも基本的にはそうだ。ちょっとね、高めの、配当を当てたいなっていう気持ちが、ギャンブラーな感じのね、心がちょっとありまして、いい、ね、なるほど、3連単メインで、3連単メインでかけることが多いですね。いいですね。ちなみに私は満車券ハンターを名乗らせていただいて、そうだ、ぜひ見習ってください。スーパー見習わない、見習います。おっとやだ、落ちちゃったな。はい、ではここで先ほどの各車検なんですけど、車検別の確率も見てみましょう。はい、はい、こんなにも確率が違うんですけど、3連単は9社建てで504分の1。これはすご
高いですね。そうですね、こうやって数字で見ると、当たらなそうって思っちゃいますね。504通りの中の1個ですもんね。難しいですね。まあ、その分ね、やっぱり配当がでかいってことでね、はい、あのレースの展開とかね、ちゃんと理解して予想すればね、いろいろこう楽しめるのかなっていう気がしますね。楽しむのが一番ですね。そうですね。ね、それ間違いないです、ね。確かに、うん。車検を買って楽しむ、そして見て当てて楽しむ。そう。うん、ね、それもねいいですね。じゃあここでじゃあ予想する時のポイントとかも教えていただきたいのですけど、まずはじゃあさっきも放送であったんですけど、バンクの特徴。ああ、そうですね。確かに、うん、3バンクだったり、まあ400、500でまたちょっと違いますからね。やっぱり3、はい、これ一つ一つ。あとうん、そうですね、やっぱ33バンクっていうのはバンクがちょっと小さいバンクなんで、やっぱりその先行前でこう風を切ってる人の方がちょっと有利、残りやすいのかなっていう感じですかね。で400はまあオーソドックスで、逆に500バンクだとやっぱりその先行する選手もちょっとまあ距離が長くなっちゃって残るのがきつかったりっていうのを、まあ、全部が全部当てはまるわけじゃないんですけどね、まあ、一般的にはそういう感じで言われてますよね。はい、ちなみに今回 の、 その私たちは川崎の普通ナイターなんですけど、ね、はい、これはそれこそ青木さんの新聞の載ってるんですけど、バンクの特徴を、そうですね、はい、川崎は400バンク、400バンクで、はい、特徴はありますか、バンクの特徴。そうです、まあ、そんなに癖がね、ここにも書いてありますけど、癖がなくて軽いバンクっていうあれですけど、はい、あとはやっぱりちょっとこの川崎は直線が他の普通の400よりは長めなので、この最後こう足を溜めてる選手がこうわーってこう伸びてきちゃうケースが結構多いバンクですね。うん、結構じゃあ3番手からの突き抜けもあったりとかも、そうですね、まくりだったりまくり追い込みみたいなのも最後こう届きやすいバンクなのかなっていう感じですね。あとやっぱり競輪って外でが多いじゃないですか、外でやることが、風とかって結構、それこそ川崎は結構風はどうですか。はいはい、風はどうですか、まあそこまでだとは思うんですけどね、あとは今日のちょっとコンディションとかね、ちょっと僕もわからないんですけど、はい、基本的にはそんなにもう、うん、あの風が強い弱いとかはそこまで。そうですね、小松島とかね、強いじゃないですか。小松島は強いですね、強いです、うん、やっぱ海の近いところは強くて、関東だと立川が強いですよね。あ、立川強いですね。立川の爆風とか言われたり。そうなんですね、やっぱ風を、今日の風を見ながらやっぱ予想とかもしたりするのもいいと思う。バックコンディション、追い風、向かい風とか、上級者っぽい、上級者、天気とか、雨が降っとるとか、雨が降っとらんとかでもやっぱ変わったりしますもんね。そうかそうか、天候も、そうそうそう、天候も大事です、ね、はい、あとはやっぱりラインとか、ね、うん、そうですね、はい、それがまあ結局大事ですよね。もうそれがもう基本ですよね。そうですよね、はい、指定関係ラインとか、そのやっぱ青木さんで見るときにはその成績もやっぱこう見ながら、そうですね、見て、そうですね、じゃあ今日もそれで見ながら展開とかも考えたり、うん、はい、して、はい、いきたいと思いますが、はい、皆様大丈夫でしょうか。緊張してます。頑張ります。頑張ります。楽しみます。大事です。大事。それ大事大事。はい、楽しんで頑張ります。楽しんでいきましょう。は